日本群馬県前橋市荒牧町荒牧町は群馬県前橋市の地名。町名表示のない荒牧町及び荒牧町1丁目、荒牧町2丁目、荒牧町3丁目、荒牧町4丁目が設置されている。郵便番号は371-0044。2013年現在の面積は1.51平方キロメートル。 前橋市北部を南北に流れる桃の木川と広瀬川に挟まれた地域及び広瀬川の西側の地域が荒牧町となっている。北は関根町に東は日林寺町、南立花町、青柳町に南は上小出町、四季島町に西は川原町に接する。中央を南北に広瀬川と国道17号が貫き、北部には 高原大橋に通じる群馬県道161号南、荒井前橋線、南東部には、渋川市方面と伊勢崎市方面の抜け道となっている、群馬県道76号前橋西久保線が通る。国道17号沿いには、ロードサイド型の飲食店やスーパーマーケット、ホームセンター等の商業施設が集積しており、また、町内に、群馬大学の荒巻キャンパスを有するためか、 学生向けの安価なアパートが数多く存在する。町域のほとんどは宅地化されているが、スプロール現象が発生しており、南部では住宅街の中に水田が見られる。鎌倉時代頃からある地名である。明治期以前は瀬田郡に属しており、前橋半寮だった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。道庁に鉄道駅はない。関越交通が前橋駅、渋川駅の間にバス路線を開業させており、町内の国道17号上にバス停が設置されている。ありがとうございます。